こんにちは、まさ6494です。今回はドラゴンクエストタクトのランク20記念の動画やっていきたいかなと思います。はい、ランクドラゴンクエストタクト全然上がりにくくて、どんだけだよって感じだったんですけど、まあなんとか20まで上がったんで、とりあえずどうしよっか。キャラクター紹介かな。多分ランク10の時とログインニスの時やったんですけど、どうだったんだろうという感じで、とりあえず S ランクのキャラクター現在26体いますね。26体で A か、まあ A はここからいっか。まあ、とりあえず S ランクが26体います。で、とりあえずレベルが最大のランクの S6 は、3体かな。アリーナとゾーマと、あとこのヒゲのおじさんライアンかですね。 S6、A6 合わせて3体います。で、あとは、属性に合わせて、組み合わせてやったりしてますね。で、基本的に、英雄系のキャラクターは、全員当たったかな。アリーナと、あと、この辺。デボラ、フローラ、リアンガ、名前が、クリフトか。クリフトと、ライアンですね。まあ、ライアンも普通に手に入るからですね。が言います。まあ、基本的にレベルが高いものは初期に使ってたやつとか、まあ、あと、現在結構な頻度で使ってるキャラクターが多いかなという感じです。英雄系に関しては、まあ、クリフト以外はとりあえずレベル100にしようかなとは思ってます。アリーナさんは結構使いやすいんで、最初の方で手に入ったので S6 にしてます。あと、基本的に組み合わせかなって思います。あと、闘技場の、ウェイトとかですね。とか、そういうので、組み合わせ使ったりしてますね。まあ、あと、条件。何々属性、パワーアップみたいな。そんなやつとかですね。で、ちょっと合わせたりしてます。結構、A とかが使いやすくて、ライアンさんが結構な頻度で使用してますね。あとは、覚醒、フル覚醒しているゴンズさんとか、どうなるかわかんないけど、今使いやすいのかな。あとは、ジャミとかも、フル覚醒していますね。まあ、結構イベントキャラクターはほぼフル覚醒にはしようとはしてるんですけど、まあ、結構間に合わない系の時もあったりするんで、それはまあいいやっていう感じですね。あと B とかもいますが、あとはウェイト合わせでこのゴーストさんとか使ったりしてますね。6まで上がっております。そんな感じでしょうか。あとは基本的に、なんだっけ、特技のレベルをマックスにするとか、あとは S ランクを最大レベルにするとか、そういった感じですかね。まあ、やっております。基本的に今上げてるのが、ビアンカ。上げてますね。ビアンカと、あとフローラ。あと、多分、デボラもマックスにはすると思います。英雄系はやっぱり、なんか使いやすい感じがしますね。で、あとは闘技場。闘技場以前のランクとか、ランクっていうか、どこまで行ったかっていう記録が残ってくれるとすごい嬉しいなと思います。大体今、マスター3まで行けてますね。
そっからマスター、あ、でもマスター1に行ったのか、1回。なんか、開催日が長くなったやつで、マスター1までには行ったんですけど、日頃の、1週間とかの感覚のやつでは、マスター3が最高ですね。なんていうか、基本的にずっとマスター3ですね。レミア情報、これじゃない。これ系か。なんか、あれあったらいいな。第何回はマスターいくつまで行ったとか、そういうのちょっと欲しいなとは思うんですけど。あとは何だろう。あとあれか。あと順位が、ランキング、表示されるようになりました。今現在、総合戦闘力が 238,654。で、192,555位にいます。まあ、これは、20万以内。2万か。以内に入らないと、表示されないということで、もうすべての、やっているプレイヤーがいて、その中の、192,555位にいます。あとは、無課金ランキングとか出てくれると嬉しいんですけど、まあ、結構な上位の人は多分課金されている方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、まあそんな感じでございますかね。トップは64万、やべえな、3倍弱ぐらいの差がありますが、まあそんな感じでございます。まあ今後どうしていくかっていうと、まあ言ったかな、普通に特技のレベル上げるっていうのと、あと闘技場でマスタークラス、通常の、1週間単位のマスター1クラスに行く。まあ、近々の目標はマスター2ですね。2クラスに上がるっていうことくらいですね。基本的にそれで、またなんかイベントというか、なんか出たらやろうかなと思います。あ、ちなみに、現在のイベントの、どれだっけ。あ、これやってない。今の何個あるかちょっと挑戦しようかなと。でも勝てない気がする。どれだっけな。あ、これか。ボブルの塔が、30回で手詰まりになりました。ここで、まあ、ギリギリかなっていう感じです。まあ、そんな感じかな。これもうちょっとしたら挑戦しようかな。でも2万ってなんかきついっすよね。限界のような気がする。嫌いますね。あ、これ結構いけそうな気がする。はい。ということで、今回はドラゴンクエストタクトのランク20記念の動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。